太平柄の DJ マイセルフ。まあ、たこ焼き屋さんやってるんですけども、はい、なんかここは何屋さんですか、はい、あのサングラスかけて若い男の人、ちょっと小室哲哉に似てる若い人が、はい、ここは何屋さんですかって言って聞き合ったんですよ、はい、でもどう見てもたこ焼き屋やん、はい、で見たらその手にこの右手に方位磁石を持って、はい、上でこうやってこの水晶玉みたいにこうやってかざして、はい、やってはる、うん、ここが僕のベストポジションやわって言うたら、なんか風水でええんかなと、うん、あ、場所がそうえ、ほんまそう、キンキラキンの指輪つけてそんな人いるんやと、そこの土地を買おうとしてはるなほたこ焼き屋さんですよ、言うたら、はい、もう俺もちょっと笑ってもらうやん、うん、笑い声ありながらちょ、あのいらっしゃいませ何しましょうって言ったら、もう僕競馬で大儲けしてん、あら、やっぱ買うんちゃいます4桁取ったん、4桁3桁ちゃうで、1000万や、1000万取ったんや、うわすごいじゃないですか、震えるわって、ほんまかいなと、うん、はい、それもこの風水のおかげ、うん、風水のおかげなんや、はい、僕大阪一でラッキーボーイやわご注文どうしましょうって俺もどのタイミングで聞いてんねんよ、たこ焼きください、結局たこ焼き、あのすっとたこ焼き出したんや、はいはい、ほんだらその僕何やってるんですかと、風水師なんですか、うん、僕エステ経営してんねん、エステ8店経営してんねん、何やってん今までの1日500万入ってくんねん、何もせんでも1日日給500万、別に驚く必要なかったね工場あの競馬当たってもう銀行の支店長がお金預けに行くたびにもう、うん、あなた一体何の仕事してるんですかって聞いてくんねん、はい、でももう秘密やねん、競馬や、競馬やって言うてるやねん、競馬やって言うてんねん、俺にもう洗いざらい話してんねん何の秘密や、ええねん、もう通りすがりやから、はい、もう肩からショルダーバッグかかって、はい、持ってみ、うん、むっちゃ重い、はい、これひょっとしてこんなの札束入ってる、まさかの、うん、ちょ見せてもらっていいですか、はい、ちょっとだけやで、ちょっとだけやで、うん、ちょっとだけやで、ファスナースーッと開けて、はい、ファスナースーッと開けたらそのカバンの中から、はい、ちっちゃいカバンが出てきて、いない、カバン入ってんのか、マトリョーシカ、もうええわ他のお客さんの超肩震えて笑ったらあかんけど我慢したって、たこ焼き食べだして、はい、たこ焼き食べたら、はい、たこ焼きをまあ、水晶みたいにこうやってかざして、うん、手上でふわふわさせて、うん、はいはい、やばいやばいわ、はい、なんかありました、はい、やばいこのたこ焼きうますぎるうますぎて罪やわ、うますぎて罪やわ、もうほっぺた落ちてしまいそうやわ、どんだけリアクションでかいなこの人と、ええもん見せようと金持ちって違うわ、違いますね、いくらって、いくら500円です安いわって千円札出して、うん、もうお釣りいらんから取っとき、やっぱ金持ち違うなぁ、ね、帰りはって、はい、で机の上見たら、うん、あの方位磁石が置いてあるんだよ、はい、大切な方位磁石それ忘れてどうすんねん、一番大事なやつや、